中央軍管区は、ロシア連邦軍の国土中央部における、軍管区。大統領令、ナンバーは144に基づき、従来のソイ、ボルガウラル軍管区、シベリア軍管区の南東部の一部を除く、大部分を統合して2010年10月21日に、発足した。司令部は、エカテリンブルクに所在する。統合運用化の一環として、作戦。 戦略司令部としての資格が与えられており、域内の陸空軍部隊を軍管区司令官が指揮する権限を持つ。また、域内の準軍事組織に対しても指揮権は及ぶ。中央軍管区は、ロシア中央部の29の連邦構成主体にまたがり、その面積は706万平方キロメートルに及ぶ。また、同管区内に居住する人口は5490万人である。 地上兵力は2010年9月時点での編成である。2> 第2新鋭諸兵科連合軍中央軍管区の領域中央軍管区司令部第41区諸兵科連合軍軍管区直轄部隊空挺軍 J ファイ 20.09-2010N1144 ファイ http://graph.document.cremlin.ru/.page.aspx1298267 <ッ>アーカイブド2012年3月31日アットザウェイバックマシンナンバー5201025から26ありがとうございます